景気の回復を全国つつ裏裏に至るまで実感していただきたい。経済政策もこれからが正念場です。ブレることなく実行できるかどうか、私はとことんやり抜く覚悟です。6月26日水曜日、時刻は19時を回りました。東京 FM タイムライン、こんばんは、上杉隆です。東京 FM 今井博美です。ニュースプログラムタイムライン、今夜はメディアカンパニーノーボーダー代表取締役の上杉隆さんとこの後19時54分までお届けしてまいります。上杉さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、朝からずっと東京 FM を聞いてました。なぜですか？え、いつも聞いてくださってると思いますけどもね。いつも聞いてますけど、はい、なんでこれ回らんですかね。決まってんじゃないですか。そうですよね、サザンオールスターズですよ、5年ぶり、うん、いや本当に嬉しいニュースですね。昨日の朝なんですけど、はい、そう、あのツイッターで知ってもうその後一人で盛り上がってましたけど、まあ、5年ぶりといえば5年ではないんですが、ほぼ同じ6年ぶりの安倍総理がですね、うん、はい、通常国会を終えたという記者会見をありました。はい、1時間ほど前18時から始まって、これ上杉さんも取材されていたということですね。はい、今行ってきて、はい、で、終わってすぐこちらに入ってギリギリ到着ということなんですが、うん、安倍政権のその記者会見というか、まあ1本目の締めというのが通常国会なんですね。はい、参院選前にどういうことをやったかという、ことを安倍さんが会見で発表したんですが、それについてはまた後ほど、はい、詳しくお話をしたいと思います。サザンオールスターズの復活、さらには安倍政権のある意味復活、それ以外にも様々なニュースが入ってきています。あなたにとって大切なニュースは何だったのでしょうか。6月26日のタイムラインです。オバマ大統領が温暖化対策において世界を主導すると訴えました。アメリカのオバマ大統領は25日首都ワシントンの大学で演説し、全ての火力発電所からの CO2 二酸化炭素の排出規制を柱とする地球温暖化対策の行動計画の実施に意気込みを見せました。演説の中でオバマ大統領はアメリカ国内での再生可能エネルギー拡大や省エネの強化に加え、新興国を巻き込んで石炭火力のクリーン化や代替フロン削減を進める方針を示しています。10時、沖縄電力を除く9つの電力会社の株主総会が一斉に開かれました。北陸電力を除く8社では原発の廃炉などを求める事前の株主提案が合わせて72件に上り、脱原発を求める声が根強いことを裏付けましたが、提案は全て否決されました。一方、東京電力の広瀬社長が柏崎刈羽原発の再稼働に理解を求めるなど、会社側は原発の停止で経営が厳しくなっているとして原発の早期再稼働に意欲を示しています。東京電力含む、電力会社の株主総会、これは実は2年前の 3.11 の時もあったのですが、結果内容は同じですね。株主の数でいうとですね、実は原発反対派の方が圧倒的多いんです。ところが株主の強さ、まあ、株主の持ち株の量とはですね、そういうものを含めると、反原発というよりもむしろ原発推進が多いと。ですからこういう意味では株主総会の在り方というものをに対してですね、ある意味一石を投じるような、ことになるのかなとも思うんですが、実際は、2年前と変わらない株主総会の結果だったというふうに、感じています。自民党と公明党は来年4月に消費税の税率を 8% に引き上げる際に、住宅を購入する人の負担を軽くするため、ローンを利用して住宅を購入する人に最大で30万円を現金で給付すると発表しました。対象は年収510万円以下の人に絞ることにしています。消費税の増税後に所得が少ない人の住宅購入が落ち込み、景気が悪化するのを防ぐ狙いがあります。13時ごろ、会期末の国会、参議院で総理の問責決議案を可決です。会期末を迎えた通常国会は今日、参議院本会議で生活の党など野党3党が共同で提出した安倍総理の問責決議案が採決され、野党の賛成多数で可決されました。
これにより電気事業法の改正案など積み残しの法案は廃案となります。また参議院本会議では自民公明両党が提出した平田議長の不信任決議案が野党の反対多数で否決されていて、参議院選挙を目前に与野党の攻防が激しくなっています。今回国会で一つ注目の法案というのが実は、このニュースにもある電気事業法の改正法案だったんですね。安倍総理も自らこれについては電力の自由化並びに、成長戦略の一本だということで進めていたんですが、国会のドタバタに巻き込まれて結果廃案と、本当に優先するものが、優先順位が後になってしまうというこの政治の状況というのは、何とかしなくてはいけないんではないかというふうに思います。18時、安倍総理が記者会見です。この中で安倍総理はこの参議院選挙は負けるわけにいかない、必ずねじれを解消しなければならないと述べ、参議院で過半数を確保するという決意を示しました。また景気の回復のための経済政策についてはこれからが正念場だ、ブレることなくとことんやり抜くと述べました。6年前官邸崩壊という本を書いて直後に安倍政権が本当に崩壊してしまいました。今日のですね記者会見でも安倍総理その6年前の崩壊に触れてスタートしたんですが、そこの6年前とそして今の安倍政権何が変わったのか、6、7年前朝から晩まで取材した私一ジャーナリストとしてもどういうような変化があるかというのは非常に興味深いところで、そのあたりについてはこの後、じっくりとお話したいと思います。今井さんに今日6月26日のタイムラインを伝えてもらいましたが、はい、なんといっても安倍政権、通常国会乗り切ったと、はい、いうことでこれから参院選を迎えるんですが、はい、前回の第一安倍政権と比べるとやはり単純に結論から言うと上り調子というのが180度違いますよね。まさにですね、その安倍政権発足から今日でちょうど半年ということでね、これやはりアベノミクスへの期待感からなんでしょうか、依然として高い支持率を維持しておりますけれども、官邸崩壊からの再チャレンジ、上杉さんはこの半年をどう見ているんでしょうか。そこで今夜ピックアップするのは安倍政権の6ヶ月、上杉隆はどう見るか。どうでしょうか。半年前世の中を覆っていた暗く重い空気は一変したのではないでしょうか。景気の回復を全国つつ裏裏に至るまで実感していただきたい。経済政策もこれからが正念場です。要はブレることなく実行できるかどうか、私はとことんやり抜く覚悟です。先ほど18時から総理官邸で行われました記者会見、上杉さんも取材されたということですけども、まずはですねこの安倍政権の6ヶ月どういうふうに評価されますでしょうか。まず政策の是非とは別に政権運営というところに注目したいんですが、そこは見事この一言ですね。はい、それはなぜ、やはり前回の第一安倍政権の失敗というのをやはりきちんと検証したのか、その失敗がないようにうまい具合にやってると、専門用語でスピンコントロールっていうんですが、このスピンコントロールが本当に基本的なスピンコントロール含めて見事に、やり遂げたなというのがこの6ヶ月ですね。これ具体的に言いますとそのあたり、官邸崩壊した前回とどういう点が違うんでしょうかね。スピンコントロールって対メディアが一番、大きな要素を占めるんですが、いわゆる内閣記者会含めた対メディアの対策っていうのが、これ見事だと。で今現在ちょうどですね、先ほど会見終わった後に実は内閣記者会にちょっと立ち寄ってきたんですね、クラブの方に、でまず驚いたのが私の知り合いが2人しかいませんでした。あとの100何人はもう6年で顔ぶれが変わってるんですね、安倍政権時代から。そしてそれはどういうことかというと、実はメディアが変わるということは政権側は変わってないわけですから、官僚も政治家の面々も菅官房長官もそうですし世耕官房副長官もそういう人たちは、やりやすいわけです。そういう意味では新人を相手にして、赤子の手をひねるような形で、政権運営をできると。
対メディア対策がうまくいってるというのはこういうところに現れるんじゃないかというふうに思いますね、うん、はい、その実際安倍さんの、まあ、メディア戦略どういうところが感じられるんでしょうかね、見えてくるんでしょうかね。実はこれ質問しようとしてた、内容だったんですね、はいはいはい、挙手したんですが当たんなかったんで、それは安倍政権の情報公開表向きは、うん、実はメディア対策これはどういうふうにやってるのかということを聞こうと思ったんです、はい、実は安倍政権になってからぶら下がり取材と、これは小泉政権自体から始まった十何年間やってたものがなくなったんですね、正確にはまあ野田政権からなくなってるんですが、うん、安倍政権になって完全に最初からなくして、そしてその代わりに、自分の選択するメディアに、登場する、もう15回ぐらい出てますが、ニュースだけじゃなくてね、あの朝のワイド番組とかも出てますよね。あれは実は、私が官邸崩壊でしてきたやった方がいいという、つまり政権交代、政権側からした政権運営の一つのコツなんです、うん、メディア側からの立場からするとやってほしくないことなんですが、日本には記者クラブ制度というのがあるんで、安倍政権はうまくその記者クラブシステムを利用してそのようなスピンをかけてると、だからこそこの6ヶ月間うまくいってるというのは、逆に言うとメディア側が完敗してるということなんですね。これは、安倍政権の勝利、メディアの敗北というふうに言ってもいいと思いますし、実は小泉政権の後半というのが実はこの昇進このような形だったんで、安倍政権は、誕生から6ヶ月で早くも小泉政権の時のようなうまいスピンコントロールを行っているということだと思うんですね。あとその前回の第一次安倍政権の時と比べると、前回はまだこれほど Facebook とかですね、ネットがうまく広まってなかったじゃないですか、うん、今安倍さんは Facebook で自分の考えを一方的に述べたりですね、うまく利用しているというようなイメージあるんです、ね、その点はどうなんでしょうかね。あれはまさにSNS をうまく利用するというのは、実は2008年の大統領選の後に2009年1月からオバマ政権が、うん、取った方法なんですね、はい、4年遅れで全く同じことをやってると。でも日本はメディアそのものが遅れているので、その4年遅れのアメリカの方法をそのまま踏襲しても通用してしまうという、こういう、ある意味政治家にとっては天国のような国なんですね。で、私自身もずっとこのメディアの4年遅れ、アメリカの4年遅れっていうのを言ってるのは実はこのことで、はい、メディアがもう少し成長しないと、このように政権、つまり政治やあるいは官僚のコントロールにまんまと騙されてると、うん、そして騙されてることも実は気づいてないと、そして騙されてますよと指摘すると怒ると、まあ、こういうことをやっているようでは本当に権力監視というのはできないし、本来のジャーナリズムというのも育たないんじゃないかと。そういう意味では安倍政権の評価というよりも、それを取り巻くメディア、内閣記者会も含めたメディアの弱さっていう部分に対して低評価を与えるというふうに言わざるを得ないと思うんですね。さあ、そしてですね、先ほどの記者会見の中で安倍さん自らおっしゃっておりましたけれども、まあ、現在のねじれの状態となったのはその前回の安倍さんのね、辞任からじゃないかということを自分でおっしゃっておりましたけれども、そのねじれの中でですね、対する野党はこれどういうふうに評価すべきなんでしょうかね。まあ打つ手ないですね。打つ手ない。もうどうにもなんないと思います、正直な話、うん、都議選の結果云々よりも、はい、やはり野党はこの3年間で、やるべきことをやらなかったというよりも、先ほど言ったように政策面ではなくて政権運営の失敗です、うん、鳩山政権、それから菅政権、野田政権、政権運営でやはりそういう意味での対メディアのスピンコントロールもそうですが、そこの部分の研究や実施というのを怠ってきたと。ですからこのような形になって、野党に対する不信感が逆に安倍新政権への期待感となって今にあるわけなんで、逆に言うとですね、この安倍政権自身も本当はきちんとした評価っていうのはまだ不安なんですね。3本の矢もですね、第2まで行ったんですが、第3の矢、実は成長戦略っていうのはまだ具体的に見えてないんです。先ほど言ったように電気事業法改正法も、これは実は政権成長戦略の一本の柱なんですけど、それも廃案になってしまっていると。とにかく参院選だけを乗り切って、そして、長期政権を目指すと、6年ぶりのねじれ解消で本格政権を目指すという期待感だけでやってるんで、逆に言うと一個失敗した場合、非常に怖い可能性がありますね。まさにその点ですよね。その都議選の結果などを見ておりましても、どうやらこの参院選の結果を受けて安倍政権長期政権になるんじゃないかなという可能性高まっておりますけれども、そんな中で安倍政権、どこにこれ私たち注目しておけばいいんでしょうかね。簡単です。もうこれはどの政権でもそうですが、1回目の内閣改造、つまり人事です、うん、これは安倍政権も前回参院選後の内閣改造で崩壊に行きました。麻生政権もそうですね、野田政権、鳩山政権、ほとんどの政権が
内閣改造した時に失敗するんですね、はい、橋本龍太郎政権の佐藤高校さんもそうですし、あの小泉政権ですら最初の1回目の内閣改造で田中真紀子さんを更迭して30ポイント下げてるんです。この内閣改造というのを乗り越えるというのは実は内部からの批判に耐えるということなんですね、うん、内閣改造前までは、党内も自分はもしかして大臣かなと期待するんです。内閣改造した瞬間に大臣になれなかった大多数の人は恨みになりますから。また今、内閣にいる人でも出す人は今度せっかく、これまで支えてきたのに私のことを追放したのねと、まあ、ある意図的に女性の言葉を使いましたけど、そういう人がいるとその人は恨みになるわけです。この、憎悪それからジェラシーの海の中をどうやって運営していくかっていうのが最大のポイントなんで、参院選後に行われるであろう秋のあるいは夏の内閣改造というのが最大の注目点だというふうに思いますね、はい。まあ、この安倍政権の6ヶ月、上杉さんはですね、まあ、見事だと、安倍さんが見事にこうスピンコントロールしているんじゃないかという話がありましたが、ツイッターでもですね、ご自分ファンさんから安倍ちゃんはメディア対策が上手くなったというようなですね、ツイートも来ております。あと政権イベント、もう一個だけ、はい、一つだけ大評価しているのは、ゴルフというスポーツに対しての圧倒的な、理解。安倍さんもう3回ぐらいなってから言ってるんですかね。言ってますね、はい、それとあとサミットでも言及したり、オバマ大統領との面談でパター、山田パターを送ったり、うん、会見で当たったらまずそれでお礼を言うと思ったんですけど当たりませんでした。次回記者会見の時には必ず伝えたいと思いますね。この時間は安倍政権の6ヶ月、上杉隆はどう見るかをピックアップしました。病院をここは刑務所かなどと書き込んだブログが炎上した岩手県議が昨日死亡しているのが見つかりました。警察は自殺の可能性があるとみて調べています。炎上との関連はまだ分かっていませんが、以前この議員はネット上の批判が加速度的に広まっていったと戸惑いを見せていたといいます。上杉さんはこのニュース、どういうふうにご覧になりましたでしょうか。まず痛ましいというかですね、またかと、いう気になりましたね。やはりその炎上ということに関しては、私も、まあ、もう10年ぐらい経つんですかね、最初2チャンネルなどを含めて炎上という言葉を知って、実際自分もその当事者になったり、はい、してきたわけですが、これで、まあ、これを一つの理由とは決まってませんが、一つのなんとなく理由になるような形で、自死につながるということは本当に痛ましい以外の何者でもないと。そしてこれは何とか防げないのかと、あるいはですね、これは違うものだよと、実際のリアルな世界とは違うものだよということを何とか伝えられないのかなというふうに常に思っているわけですが、その、まあ、ある意味炎上というか、このネットを含めたものとうまく付き合う方法は本当にないのかということを常に思ってしまいます。そこで今夜タイムラインがフォローするのは、批判・中傷・炎上、瞬時に広がる口コミとの上手な付き合い方。先週水曜日のタイムラインでは、日本に広がる白黒つけたがる風潮というテーマをフォローしましたけれども、番組のツイッターハッシュタグにはこんなツイートがありました。あずささんです。大学で専攻していた社会学でメディアリテラシーを学びましたが、この学問こそ小中高で学ぶべきだと思う。情報社会の現代だからこそ、情報の付き合い方、選別方法を学んどくべき。見方がすごく変わります。ソーシャルゲームなどを展開するグリーンは、情報モラルの未熟さにより炎上に発展するケースが相次いでいるということから、青少年の情報モラルリテラシーの向上と情報教育の支援を目的とした教材を作成しています。春から無償で配布されておりまして、現在までにおよそ全国の中学・高校1100校や NPO などに21万部が配布されているんですね。今上杉さんの手元にも実際にあるんですが、はい、先生が使う指導の手引きと生徒が考えを書き込むワークブック、炎上の事例や解説などが収録された CDR が一つのセットとなっているんですけれどもね、グリーの担当者に聞いたところ、この教材によって自分の書き込みが大丈夫か先生に相談してくる生徒が増えたということなんですけれども、上杉さん、その教材ご覧になっていかがでしょうか。どんな印象を持ちでしょうか。そうですね、先ほどの、意見にまさにそうなんですが、やはりリテラシーとの関わりで炎上というのはある程度干渉というか和らげることができるんじゃないかと。そしてまさにこの教材、このブックですね、がそれを具体的に示しているんじゃないかと思うんですね。カラーで、
説明をしてますが、一つ一つの事例で、こういうことが起こるだろうということを、まあ、きちんと説明してるんで、こういうのが広がって、そして、先生の方にも、それから生徒ももちろんですが、社会全体に、広がっていくと、これはいいのかなと、いわば、まあ、炎上教育というのの行き渡りというのが重要なのかなと思いますね、うん、はい、まあ、中学高校大小ということで非常に分かりやすく書いてあるかなという印象を受けるんですけれども、まあ、口コミや炎上のスピードが速くなっている現状を防ぐだけではなくて、どうやって付き合っていけばいいのか、この方にですね、今夜は伺っていきたいと思います。スタジオにはヒットコンテンツ研究所代表取締役社長の吉田成彦さんをお迎えしております。吉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。吉田さん、ご紹介させていただきますと、数々の音楽映画のプロデュースをされてきたんですね。チェッカーズ、おにゃんこクラブ、中島みゆき、団子三兄弟などのヒットを手掛けております。今夜はマーケティングの分野からの口コミとの付き合い方について伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。まずこれまで、まあ、日本も含めた人類はネット社会になってから、はい、とりわけこの炎上というのがもう多分何万なんか負のね、あると思うんですが、これについてですね、この炎上をうまく収束させたというのは非常にいい教訓だと思うんですね、はいはい、そういう成功例というのはなんか吉田さんからご覧になりますか。いろいろあるんですけどね、例えば日本でしたら、それこそ先ほどもちょっとお話ありましたが、 3.11 の時に世の中がすごくいろんなさまざまな事故について書かれた時に、ある企業がですね、そのこれ実は誤報だったんですけれども、誤報によってその企業が非常に大変な思いをされている方にすごくマイナスをですね、仮装してしまったっていうようなことで、それが思いっきりツイッターで広がっちゃったことがあるんですね、でところが実は それはそうではなくて、本当はそういうこれ実は農家さんのある食品メーカーなんですけれども、はい、その農家さんを助けるために実はこういう手を打ってるってことを、うん、瞬時にまあ、メッセージして、しかもそれをさまざまな形で社会に伝えたことで、その炎上は逆にですね、その会社のロイヤリティを生んだと、うん、そんなようなケースもありましたね。なるほど。ただその炎上の、まあ、消化す、はい、に成功した例っていうのは、あくまでも稀なパターンではないんですかね。そうですね、さまざまに私はいろんなお手伝いをしながらそういうことをサポートしたりもするんですけども、うん、やっぱりですね、会社全体で一つの統一した意見というか考え方とか、うん、それからそれをきちんとですね、まあ率直、迅速、真摯、まあ、こんなような言葉が並ぶんですが、そういう流れでですね、やっぱメッセージするっていうのが炎上を、まあ、抑えるというのか、炎上を広がらないようにするという、非常に重要なポイントだと思いますね。なるほど。ただそれは今炎上を受けた側の問題としてのことなんですが、はい、対処法なんですが、炎上を起こす側っていうのは、はい、これはどういうふうにやめるっていうのもいいんですけど、これは何がきっかけでこういうそうですね、実は僕はよくいろんなところでお話しするんですが、今の現代社会、我々は特に若者を中心に2つの大きな病にかかっているのかなと、うん、それは言いたい病と聞きたい病じゃないかというふうに思うんですね。言いたい病と聞きたい病、はい、で言いたい病は、まあ、そのツイッターなども含めてですね、ともかく自分の考えを言いたい、だけどその時に、ツイッターなどの非常にその即効性のあるものは、うん、その頭に浮かんだものをすぐそのまま言っちゃうっていうような傾向がありますよね、はい、うん、ですから少し熟慮をして、少し物事を考えて、例えばそれがどういう人の影響があるだろうかっていうのことを、うん、すごくこうおもんばかってですね書くものと、そうではない頭にあったものをすぐそのままこう、うん、スイッチのように流れているものでは全然違いますよね。なるほど。でもそんな病気があったりしますね、で、まあ、あと聞きたい病っていうのは、そのレファレンスが非常にみんな気になって、うん、じゃあ自分 の言ったことがどんな風になってるんだ、もしくはどういう風に RT されてるんだみたいなですね、そんな風にこう自分 の発言とか言ってることがどういう風に人にこう影響されるのかってことが逆に聞きたくてしょうがない、うん、まあ、こんなのが現代病かなと思うんですが、なるほどね。そツイッターの言った病で、まあ、確かにツイッターというのは即時性もあるんで、すぐ反応することを、はい、まあ、量とするという、はい、まあ、時代もあったと言った方がいいかもしれませんが、まあね、今若干それが炎上の、まあ、投入、燃料投入になってしまうんですけど、はいはい、ただ私自身半年ぐらい前ですが、為末大さんと一回お会いして、はい、ツイッターの使い方聞いたら、彼は全部一回別のとこに書き起こして、じっくり一つのツイートだけでも考えてやってると、
でそれを聞きながら、あ、なるほどなと、うん、逆にその即時性があるけど、見えないところではそういうような努力をしてるんだなと。ですからある方があのブログなんかをやるときにもですね、あの昼間の、あ、まあ夜に例えば書いたとしても、うん、それを一回保留しておいて、ね、もう一回その朝読み直してみて、うん、それで発信するっていうようなことをあの習慣づけてらっしゃるっていうことをあのおっしゃってたこともありましたね。なるほどね。あの私もジャーナリスト時代は、はい、やっぱり夜書く文章と朝書く文章は全く違うんですね、うん、なんか夜は勢いがあるんです朝起きるとこれはまずいなというのが多々あって、ただそれは、まあ、ジャーナリストと職業なんですけど、うん、問題はこのメディアと関係ないところ、はい、例えばお店が炎上するということがたびたび起こってますよね。そうですね。でそういうものに対して対処方法っていうのは、これはネットの世界とリアルな世界と全く別物なんですが、それを対処しなくちゃいけないと、しかも相手もわからない不特定多数、あ、そうですね、これ死活問題になると思うんですが、このあたりはどうなんでしょうかね。まあ、先ほど言った、まあ、その事実をですね、例えば炎上には何か原因があろうかと思うんですが、うん、それがそのまず事実に反しているっていうことも結構あったりするので、うん、いや事実はこうなんだということを本来ならばですね、まあ、包み隠さず、うん、率直に迅速に真摯に伝える、このスタンスがまず絶対条件なんですよね。でこ の, あのスタンスを逆にちょっと崩してしまったり、ちょっと怠けてしまったり、うん、それからちょっとあのうっかりしてしまったりするとですね、逆にそれが次におひれになって炎上が拡散するということになってしまいます、うん、ですので、その原因が非常に問題なんですが、その原因がもしその事実に即してないことであるならば、それはきちんと伝えるという姿勢を貫くしかないですね。それからある、まあ、ちょっとお店とはちょっと多少違うんですが、あるお店のチェーン店で、これは世界で起こった話なんですが、あるピザ屋さんのですね、CEO が取った大成功事例っていうのが、そのお店で作ったのピザの作り方がなんかすごくひどくてですね、うん、それをあの YouTube に上げてなんか面白がってたようなあのことをやったら、それをもうあと火種になって大炎上したんですねでその時に、その大炎上した時に撮った CEO は、じゃあもうその作り方をもうゼロからやり直すと、だから皆さん助けてくれと、で皆さんと一緒に作って、それであの美味しいものを提供したいんだってことをもう真剣にやったらしいんですよ、そうするとですね、その前の段階よりも 140%そんなですね、あの成績を、まあ、40% アップの成績を結果残すことができたなんていう成功事例もありました。なるほど。ですからやっぱり真摯に向き合って、うん、真摯にそのお客様と、まあ、なんか歩んでいくというですね、そういう姿勢が必要なんじゃないかなって感じです。まあ、転んでもただでは起きないような感じもしますし今ではそれクラウドソーシングの走りみたいな感じですよね。そうですね、無料の、ただ私自身もよく炎上を、意図的にやったりされたりするんですけど、難しいのはこれやられると大変なんですけど、真摯に向き合う材料が1個だったらいいんですが、うん、一挙に来るんですよ、あの炎上というのは。 そうですね、はい、そして反論して答えていても、うん、その反論や回答に対しては無視するして、さらに炎上を続けると、はい、この場合どうにもなんないなというのが、はい、正直なところじゃないかなと、そういう思っている方は多分フォロワーの多い方、ツイッターの、はい、そういうふうに芸能界人の方とか、はいはい、途中で辞めてしまうのは、おそらくそんなとこじゃないかなと思うんですが、ですね、はい、ただそうやっても SNS 非常に便利ですから、これいい有効利用っていうのはあればいいと思うんですが、はい、その SNS の今後というのはどういうふうにご覧になってますか。今後ですかね。おそらく、まあ、SNS の進化とか見ていくと、やっぱ、まあ、Twitter のような拡散系のものと、それからあの Facebook みたいなその非常にその、コミュニティを大事にする、まあ、するものと、まあ、大きく言うと今二極化だと思うんですが、おそらくそれがもっと統合していくような世界になっていくんだろうと。でさらに言うとですね、もうやっぱり面倒な感じがすごくあったり、なんかもうちょっともうオーバーブローしてる感じがちょっとありますよね。ですからなんか面倒くさくなっちゃったなとか、それからすごくなんか面倒くさいなみたいなのも実は事実としてあるんじゃないかと思うんですね。ですからより変な話ですが、こう人間に近いコミュニケーションというか、より普通のこうリアルのコミュニケーションに近いような、うん、まあ、まさにあのツールの、ね、進化によってですね、そんなことが達成されていくんじゃないかなっていう、そんなふうな予想をしています、うん。どうしてもこれ SNS の比較というと、私自身海外に出ることが多いんで、日本とその外国の違いというのを感じてしまうんですが、外国の SNS っていうのは別に人の批判もちろんありますけど、炎上の度合いが、この日本みたいに 一方向にバンと行くっていう感じじゃなくて、必ずそれに反論も出てきたり、つまり多様な、やはり SNS がある程度担保されてるかなと、日本の場合非常に単一的な方向に言論が行ってしまうというところに、ちょっと異質なところを感じるんですが、そうですね。ですから、おっしゃったようにその言論っていうもののなんていうか捉え方が、残念ながらまだまだ我々あの日本は
どうかなという感じがしますよね、うん、ですから先ほどの言いたい病と聞きたい病ってなんかちょっと病気というような表現をしちゃいましたが、なんかそれにちょっとかかってるようなこう印象があるんですね、うん、ですから言いたいことはちゃんと言うっていうのはすごくいいことだし、うん、いい文化であろうと思いますが、それがなんかそのなんかちょっとノリで言ってしまったことから始まったり、それから頭にこう浮かんだことをすぐこう言葉にしてしまったりとか、うん、そこがこうもう少しちょっとみんなでそのメディアを大事にしようよじゃないですけど、うん、なんかそんなような思いがこう広がるといいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。まあ、ツイッターでもですね、上杉さんが炎上の話をすると説得力があるというようなツイートも来てますけれども、任せてくださいどうですか、吉田さんとのお話を受けてこのテーマについて改めて。そうですね、やはりその炎上というものを防ぐというか、もう防ぎようがないというふうに考える方がいいのかなと、ね、そしてそれに対してリテラシー、先ほどの最初の話ではないんですが、教育も含めてリテラシーを高めるというのが一番その炎上を高らかに燃やさない最近近道なのかなというふうに改めて思いましたね、うん、なんかあんまりこう自らこうコントロールしようとかっていう意識が働くとちょっとおかしくなってしまうんですよね、うん、ですからやっぱりまあ、土井さんのようなまあ、ジャーナリストのお仕事をなさって何か発言されるという方と一般の方、例えばさっきのお店の方ってのはやっぱ違うと思うんですよね、うん、ですからなんとなくその自分のこう、思いをこうちゃんと伝えられるような、うん、そういうものとして逆にこう大事にするっていうような、うん、まあ、そこは双方ですね、うん、相手も自分もとなりますが、そういうのは必要かなって感じですね。東京 FM タイムライン、今夜はヒットコンテンツ研究所代表取締役社長の吉田成彦さんをお迎えして、批判、中傷、炎上、瞬時に広がる口コミとの上手な付き合い方をフォローしました。吉田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。社交空間、今夜はですね、上杉さんに一冊ご紹介していただきたいんですが、どんな本をご紹介していただけますでしょうか。はい、発売したばかりですが、帰還の行動、著者広川隆一、これはですね、はい、昔出た小説破断層、これ広川さんの、唯一の小説なんですが、それを解体して、もう一度出したと、いうことなんですね、はい、広川隆一さん、このタイムラインにも何度も出ていただきましてるけど、フォトジャーナリスト、そしてジャーナリストとして非常に、まあ、有名なんですね。追っているものはパレスチナ、それからチェルノブイリ、そして今度福島、もう本当に世界的に非常に評価の高いジャーナリストなんですが、日本では記者クラブ制度などがあってなかなか表に出てこないんですが、その広川さんがパレスチナ時代を含めて経験したことを小説タッチで書いたんですが、うん、はい、面白いんですよこれ。広川さんね、フォトジャーナリストでありますけれども、作家小説家としての広川さんはどんな印象なんでしょうかね。そうですね、これがまあ第一作なんですが、はい、やはりこの小説を読んでると、どうも広川さんが経験したことがそのまま入ってんじゃないか、これ恋愛も含めてですね、そういう意味でこれまではジャーナリストとしての姿しか見えなかったんですね。むしろそこは広川隆一という人間が見えてこなかったんですが、ここでは存分にその思いや、あるいはなぜパレスチナ、あるいはですね、当初ですね、この、逆のイスラエルの方に入ったりしてるところから転換していくのか、うん、こういうことが、まあ、つぶさに書いてある、しかも具体的にエピソードと同時に、まあ、この部分が面白いなと。私自身も、まあ、先月ですが、そのシリア、パレスチナ、レバノンに行ってきたんですが、その内容をこの本を見ながら、またそれが風景が浮かぶという意味では非常に面白い本です。これどんな人に読んでもらいたいなというふうに思いますか。そうですね、若い、まあ、学生さん、つまり日本の、いわゆるニュースだけではなくて、実際世界ではこういうことが起こってるんだよということを、ぜひこの本を通じて見てもらいたいですし、来週この広川隆一さんのですね、出版記念会があるんですが、私もそのうちの人、お気に入りの一人なんですけど、これはぜひですね、今後世界を見るべき若い人が、まあ、一つの教科書として読んでもらいたいなと、こういう日本人がいた、こういう、ジャーナリストがいたという一つの例になるんじゃないかというふうに思います。初稿空間、6月26日、今夜は上杉隆さんのおすすめの一冊、広川隆一、帰還の行動でした。坊主バー駆け込み寺、やっぱりその駆け込み寺がですね、少し若干変わっているのかなと思いますね。例えば先ほど吉田さんに出てもらいましたけど、炎上というネットの社会の、
要するにまあ自己否定みたいなことがずっと続くとやっぱりどっかに逃げ出したいと思うわけですね。その逃げ場っていうのがネットだと永久に追いかけてくる、どこに行っても続くという意味では、その駆け込み寺っていうスタイルも少し変わってきたんじゃないかというふうに思うんですね。でその一つが先ほどのこのリーフレットもそうですが、はい、情報モラルパワーのこの事例に学ぶという形でリテラシーを高めることが一種の駆け込み寺というものを作るんじゃないかと、そういうふうにも思いますね。はい、そしてですね、まあ、今日はニュースでもありました、安倍総理の会見もありましたけども、今日はなんかこう再チャレンジとか復活というのが一つのキーワードテーマになりそうでしたね。ですね、まあ、安倍さんもそうですけど、まあ、なんといってもね、いろんな意味で復活してくるものがあります。私自身やっぱりですね、一番感動した復活が、5年ぶりの復活、サザンオールスターズですけど、このサザンオールスターズ、そういえば前回の復活の時にコンサート行ってんですよ、うん、横浜、あの時はスタジアムでした、はい、もう20年ぐらい前ですけど、今回も復活、ぜひツアーをやるということなんで、行きたいなというふうにちょっと希望とおねだりじゃないですよ、言ってみました。ということで東京 FM タイムライン水曜日の今日は上杉隆と今井ひろみがお届けしました。